紙にきれいな水を塗ります。広いところは大きい筆、細かいところは小筆で塗ります。木箱とモルモットを茶色で塗ります。影とお尻を黒で塗ります。乾かないうちにいろんな色を垂らします。乾いたら小筆でモルモットの毛を描きます。木の年輪を焦げ茶で塗ります。黒の毛は黒、茶色の毛を茶色で描きます。毛の影をより濃い色で塗ります。目を黒、鼻をピンクに塗ります。重ねて濃いところをより濃くしていきます。木箱の影を真っ黒にします。だんだん細部を塗っていきます。瞳にハイライトの白を塗ります。白い毛の影に薄いピンクを塗ります。白が消えたところは白を塗ります。